はい、よろしくお願いします。今回は中学校古文のつれづれ草丸2をお送りします。で、まあ、前回の続きです。なのでね、まあ、前回の引き続き見てもらえたらと思います。では早速いきましょう。で、前回筆者をやりました。健康奉仕ですね。生徒が自然の草を食べて健康になるよみたいな覚え方してねっていう話をしましたけど、今回ジャンルいきます。で、ジャンルはですね、少し前に枕草子をやってるんですが、それと同じです。随筆というジャンルに入ります。で、これはですね、枕草子、つれづれ草、そして方丈記。で、この3つが三大随筆と言われるものなので、3つセットで覚えちゃうといいです。いいかな？まあ、作者と一緒に覚えちゃってください。では、訳いきましょう。で、最初にも言ったように、前の動画の続きになりますので、この部分全部確認したい方は、ぜひね、一個前の動画から見てもらえたらと思います。そこで話のオチもね、話しちゃってるんですけど。で、まず、年頃、思いつること、果たしはべりぬです。で、この年頃ですね、これ、古文単語の時にもやりましたけど、大事な単語です。意味ですね。長年の間。まあ、長い間とかでもいいですけど、長年の間、思いつること、これは思ってたことです。を、果たし、はべりぬ。意味から言うと、果たしましたと。まあ、前回言ったことがなかったんで、一人で行ってみたよっていう話をしたじゃないですか。だから、長年の間ね、いや、思ってた。ね、行きたいと思ってたんだよって。それをやっと果たしたんだ。ってことを言ってます。で、はべりぬで、ここ大事なのが、このぬですね。で、ぬは、これ、先に言うと、これ、完了のぬなんですよ。完了を表します。だから、果たしたよっていう完了を表してる。ただ、もう一個、ぬって、図のね、変化のものもあります。図だと、これ、打ち消しになります。で、ここでは、消してるね、変化の話、まあ、変形とかは話せないですけど、図、ぬっていうのは、完了の意味と、図の変化、つまり、ぬなんだけど、打ち消しの意味を持っているものもあるんだよねっていうのを覚えておいてください。ぬにはね、今回これではないので、×をつけておきます。ただ一緒に覚えてもらえるとありがたい。つまり、果たしましたよですね。で、次が、聞き死にも過ぎて、尊くこそ大橋けれです。で、まず、聞き死にも過ぎては、まあ、聞いてたことより過ぎてるんです。だから、聞いてたよりも、話に聞いてた以上にってこと。もっともっと尊かったよってことを言ってます。つまり、まあ行ったことなかったわけですよ。行ったことなくって、やっと行ってみたと。で、話をいっぱい聞いてた。でもやっぱ聞いてた以上に、いやーすごかった。尊かったわ。っていうことを言ってます。この僧はね、僧がね、行った話をしてるので。で、ここはお箸を一応言っとこうかな。これですね。まあ、お箸これ意味なんで、いいか。よいしょ。お箸は、これ、ありの、尊敬語になります。下入るよね。尊敬まで書いておこうか。これだけじゃないんですけど、今回、ありの尊敬語。つまり、あるっていうことを尊敬するから、いらっしゃるって訳します。聞いてた以上に、尊くいらっしゃいました。けで過去なんでね。いらっしゃいましたってことを言ってる。で、次が、祖母ですね。祖母も書いとこうか。祖母は、これ、それにしても。まあ、そう思ってありますけどね。それにしても、参りたる人ごとに山へ登りしは、ここで止めましょう。まあ、参りたる人なんで、まあ、参拝してる人だよね。人が、山に、まあ、役ね、役ね、山に登ってるっていう漢字が書いてある。まあ、なんとなくつかめると思います。なので、まあ、そのまま訳していくと、参拝にね、来た人が、みんな、山へ登っていったのは、っていう漢字で訳してください。山へ登っていったのは、何事かありけんです。何事かありけん。で、この部分を、何事が、なんかあったのかな、っていう漢字です。何かがあったのだろうかっていう。つまり、この人、さあね、前回の話に戻りますけど、山のふもとの
で、寺とかに参拝したわけですよ。で、でも行ってみたら、なんかみんな山登ってってんだよねっていう。そう、山に参拝してるからね。参ってる人がさ、山に登ってるからさ。なんかあったのかなっていうことをここまでで言ってます。で、大事なのがここですね。いて。ゆかしか、まあ、やかんだ。ゆかしかりしかどです。ゆかしかりしかど。で、これの訳は、これ、ちょっと待ってね。私も知り、まだいけるか。知りたかったのですがとなります。私も知りたかったのですが。で、これが、ゆかしっていうのが、まあ、知るっていう意味なんですけど、で、そこにまあいろいろ入ってるんですが、一応これはね、塊で訳を覚えてしまった方がいいかなと思います。はい。一応、これの変化とかっていろいろあるんですけど、っていう感じ。なので、私も知りたかったんだけど、神へ参るこそ、ほいなれと思いて、これは、まあ、神様ね、神に参る、参拝することが、ほい。で、これもね、大事な訳なんで書きましょう。これも狙われます、結構。これが本来の目的です。本来の目的。つまり、ね、私もね、気になったからさ、みんな登ってってるんで、知りたかったんですけど、神様へ、まあ、神へ参拝することが本来の目的だったと思ってっていう感じ。思って、山はでは見ず、山の方は、まあ山は見なかったよっていう。この図は打ち消しですね。さっき言った図です。打ち消し。ただ、見るっていうのを打ち消してるから、見なかったと言ってます。まあ見ないって感じだね。とぞ、言いける。では、と、言いましたと。ちょっと前の動画の話になっちゃいますけど、ごめんね。その、僧が参拝したわけですよ。で、帰ってきて、仲間にも話しかけてる。まあ、その会話文なんですけど、ここが。まあ、この話をしましたと。だから、ざっくり言うと、長年の間、思ってたことを果たしたぜと。でも、聞いてた以上に、尊くいらっしゃった。でも、それにしても、その、参ってね、参拝してた人が、山へ登ってたのは、なんかあったのかな。俺も知りたかったんですけど、でもね、神へ参拝することが本来の目的だったんで、そう思って山は見なかったですって、と言いましたっていう。で、前回落ち話しましたけど、この僧が参拝した場所は本来行きたかったところじゃないんですよ。山の上にある。本来行きたかったところは。だからここで、ちゃんちゃんっていう話なんです。やっちゃいましたねっていう。で、最後、まあ、開業されて、少しのことにも、先立ちは荒まほしきことなりということが書いてあって、少しの、まあ、これはいいか。少しのことなんで、ちょっとのことでも、これ先立ちがね、自分指導者って訳しちゃうんですけど、あとは案内人とかっていう訳をすることもあるので、まあ、これ学校で、定期テスト対策で見てくれる方は、先生の訳に合わせてください。減点されるともったいないからね。だから、ちょっとのことでも、少しのことでも、指導者はあってほしいものである。指導者はいてほしいよねっていうことを言ってます。だからどういうことかっていうと、こういうね、まあ、参拝する話ですけど、指導者、教えてくれる人がいるべきだよね。っていうのが、この部分。この2行の部分が、健康法師、書いた健康法師が言いたかった意見です。少しのことでも指導者はいるべきだと、あってほしいものですよね。っていうことが言って、ちゃんちゃんという感じです。こういうお話でございました。では、今回もね、ここまでご視聴いただき、本当にありがとうございました。で、次回作品取り上げるか、ちょっとね、まあ、ジャンルとか今、時代とかいろいろ話をしてましたけど、あそこをまとめるか少し迷ってるんですが、また次回ね、何か古文取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。